で、ついでにタイトル回収しますけど、今日のタイトル、あの、マナーの教養はいじめの始まりというのをしたんですけど、規則とかルールというのは守らなければいけませんと。で、ただ、まあ、マスクとかがもう割とマナーになるんですけど、要はその規則とかルールではないけど、こうした方がいいよねっていうのを押し付け始めると。で、あの、マナーを守るのは良いことだよねっていうふうに、割と人は思いがちなんですよね。で、例えばじゃあ、えっ、ー、と、ひげおやじく君が、 小学校だと考えてください。で、小学校の時に、こう、ひげおやじくんが臭いですと。で、臭いのは良くないよね。ちゃんとお風呂に入るのがマナーだよね。なので、ひげおやじくんはお風呂に入らないんだったら、この教室に来ない方がいいよね。 これも集団としてマナーなんですよ。で、マナーの多くの場合は、集団の快適さのためのものだったりするのね。要はその、ひげおやじくんの隣の花子ちゃんが、もうひげおやじくんが臭すぎるから勉強にならないよねってなったら、ひげおやじお前帰れよって言って、ひげおやじが帰ったと。で、そうすると、その、花子ちゃんは勉強に集中できるから、ひげおやじを追い出した人は、むしろその集団の中では英雄になるんですよ。で、ただ、ひげおやじさんが臭いのは、 家が貧乏で風呂入れないからっていう可能性もあるんですよ。だから、その貧乏なひよやじくんは、そのいくら家にいて風呂入りたいと思っても、そもそも家に風呂ありませんと。で、銭湯にこう、お金もありません。で、そうすると、ひよやじくんは学校に行かないという選択肢しか取れないんですよ。で、一週間に一回ぐらいは、でもなんかお腹が減ったから、学校に行って給食だけは食べたいと。なので、その4時間目だけひよやじくんが来て、で、臭いひよやじくんが給食食べて帰ると。 で、もう、その、お前帰れよってみんなから言われる、みたいなのって、これ、マダーなんですよで。あの、ルールとして、その、風呂のない人は学校に来てはいけませんっていうのが、もしルールとしてあるんだったら、ルールとして来てはいけませんよ。じゃあ、風呂のない人はどうするんですかっていう、その、大人の社会のルールで解決できるんですけど、ルールになってないものを押し付けた場合で、集団が快適になるために、このマナーを押し付けた方がいいよね、になると、結果としてそれがいじめになるんですよね。 で、じゃあ、その今、風呂入れないヒューア君っていう話をしたんですけど、じゃあ、ヒュ君は風呂入れるようになりました。じゃあ、それで解決するようになるんですけど、じゃあ次にその、病気で、口臭が臭い人。要はその、あの、胃の病気とかで、胃の中に腐敗しているそのタンパク質があるので、口から腐敗臭が出る人というのは、病気の人でいるんですよ。で、こその人は治らないんですよ。 な、治ったらもう病気じゃないからね。なんでな、治ればいいよねと。ただ治らないですと。で、その人はいくら風呂入ったって治らないんですよ。だって病気なんだもん。でも見た目はわからないんですよ。ただ口が臭い人なんですよ。で、いくら歯ブラシしたって変わらないんですよ。だって胃の中に腐敗物があって、口からにおいがするんだから、いくら歯がきれいでもにおいは変わらないんですよ。 でもひゲおやじを追い出した人たちは臭いやつは追い出しても良いというルールをそのマナーを持っちゃってるんですよ。っていう形でそのマナーを強要するっていう形になると多分その病気の胃が臭い人も追い出されちゃうんですよ。なので僕はそのマナーというのを強要するというのはあんまり良くないと思うんですよ。もちろんあのマナーを守ることが可能な人たちの中でマナーをその守った方がいいよねというのはありだと思うんですよね。 例えばじゃあその茶道をやりますっていう人たちがその茶道のその儀式だったり礼儀作法だったりマナーを守りたいのはそれは守れる人たちで茶道をやるから自由にやればいいと思うんですよ。でも足の病気の人に茶道で正座をしないやつはクズだよねとかっていうのっていやいやそれ病気だからあの正座できないんですよっていうのはそれを守れない人なのでそれは僕マナーを強要すべきではないと思うんですよ。なのでそのマナーを強要するっていうのはそのできない人が その、異物として排除されるという、そういう空気を作ってしまうので、なので僕はそのマナーを共有するというのはあまりよろしくないんじゃないかなと思うんですね。なので、あの、もし日ゲワさんが、あの、臭くて気持ち悪かったとしても、あの、できるだけ、あの、静かに遠ざかって、あの、日ゲワジもいとか言わないであげるといいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、お疲れ様でした。えー